東京都で今日、新型コロナウイルスの感染者が新たに5534人確認されました。今日都内で感染が確認されたのは5534人で、先週の木曜日より545人増えました。重症者は昨日より1人減った274人です。新型コロナの感染拡大を抑える、そのためには、若い世代、とりわけ行動範囲が広く活動的な20代や30代に対するワクチン接種は極めて重要であります。感染拡大が続く中、小池知事は若い世代が多く集まる渋谷駅近くにある勤労福祉会館に、事前予約なくワクチン接種ができる接種会場を今月下旬に設置すると明らかにしました。また、若者に対しワクチン接種の正しい知識を啓発すると述べました。